夏江の皆様、こんばんは。ありがとうございます、ね、今日はお呼びいただいてありがとうございます。我々三省堂といって、3人でコーラスをやっています。ぜひ楽しんでいっていただけたらと思います。1曲目はですね、ジプシーキということで喜んでいただけます。こんな曲からやってみましょう。 OK。よろしくお願いします。昨日、夏江に入ってきました。それで私はね、夏江には何回か遊びにも来てるし、いたこともあるのであれですが、こちらのお二人はね、もちろん松江初めてということですね。昨日入ってきて、もうすぐ東本町で飲んでそして今日あの二人はね、やっぱりあの出雲大社へ来たいということで、出雲大社へ。どうでした、出雲大社は。すごい綺麗でした。もう本当にもやがかかってて、幻想的で、すごいいいところだなと思って、食べ物も美味しいし、本当
たいぐらいです。モスバも美味しかった。モスバすっごい美味しかったですね。だね、あの東京モスバってこう探しなくて、こう白い、ね、まあ、あの好きな方はもちろん好きだと思うんですけども、あのやはりおそばというのはね、こう色のついたのがやっぱりこう風味があっていいなと。僕もやっぱり松江のそばが大好きですね。まあ、あのマスターのお友達で上田そばさんね、おいしいですよね。はい、コマーシャル上田さんもおいしい。ね、そういうことで、ね、出雲大社になってきたということなんでですね、まあ、松江を島根県を、ね、楽しんでもらえればなと思って、今日はね、それを終わらせてライブをこれからやろうということでございます。さあ、じゃあ、今のは、自主組ですけど、またあの僕は基本的にはビートルズをいろいろアレンジをね、変えてやってるということなんで、またビートルズを何曲か続けていきたいと思います。じゃあ次は私のボーカルでいきます。もう一人メンバーがいたらね、4人だから資生堂にしようと思って一応受けていただいてありがとうございます。4人、ね、メンバーがやるときは今度は資生堂とつけようと。そうすると何だろうか、名前はあれ資生堂だと、そんな感じでねやってます。さあ、じゃあビズスもう一曲、今度はちょっとゆっくりした姿曲をやってみたいと思います。
コーラスを考えて、この辺りのサビのところを、ね、3人でコラスしようとかいろんなことを考えてですね、3人でいろいろアレンジを考えるのも楽しいということでやってます。じゃあビートルズではなくて今度は、別のバンドというか別のビートルズ以外の曲を何曲かやってみたいと思います。なんかですね、次の、これはポリスというかシーンというか、もう一度見ます。Every breath you take. Okay. Every breath you take. Every move you make. Every bond you make. Every step you take. I'll be watching you.Every single day, every
私はビートルズの世代なんですけどね、このお二人は、まあ、リアルタイムでは、後半の方から聴き始めてるという、まあ、そういうあまり年齢のことを言うといろいろ茶したいですけど、あれしませんけれどもね、でも、お二人ともビートルズ大好きだということなんで、じゃあ3人でビートルズをいろいろやろうよということですね。六本木にね、キャバクラブっていうね、有名なビートルズのお店があったんですけど、去年だったかな、亡くなったんですよ。そうなんですよ。まあ、はい。で、やっぱりもうビートルズを商売にはできないけど、ということなんです。ただ、まあ、六本木に他にね、アビーロードという別のやはりお店があって、そっちの方が、ね、アビーロードなんですよね。こっちの方はもちろんまだやってるんで、キャバクラブ、ね、六本木にあるんですか。はい、アビーロードは六本木ですね。はい、やっぱり。あ、そうなんだ。アビーロード。あるんです。はい、あるんですね。で、ビートルズね、リアルタイムで聴いて楽しんでる世代がだんだん年を取っていくそれ言っちゃいけない今もうケントスとかもね、50年代なんてもうやらないですよ。もうマイケル・ジャクソンだとか、ああいう、 もう80年代の曲なんかをやって、うんうん、それが若い人に続けてる、ね、だからケントスとビートルズやるとちょっと、はい、何この曲何っていうそんな時代になってしまいましたが、我々は固くなにビートルズをやろうと。いいですね。いいいいいい。ありがとうございます。じゃあ、次の曲はですね、本来はエリック・クラプトンをね、言わなきゃいけなかったんですけどね、ちょっと僕も声かけたんですけどね、松江ちょっとやるから声やって、ちょっと用事があるということで、ちょっと松江には行けんわということで断られたので、しょうがないんでエリック・クラプトン抜きで我々がやりたいと思います。While I make that gently whips. Okay. Gentle,
down and always
It's blood is all I draw. お寺からいや、ね、3年ぐらい、3、4年前ですね、こちら富田さんに誘っていただいてですね、バンドに入らせていただいて、いろんなところへ、ライブをしに行きました。もうあれは楽しい思い出でございます。それから結婚式でね、やりましたですね。BGM としてライブでバンドで結婚式の BGM、あれはもう子供も回りました。あ、そうですか。あの二人。そうですね。もうそうですよね。それは二人今の二人。あ、よかったよかった。我々やったから別れたってかそういうことない。ちょっと心配です、ね。これか。お久しぶりでございますね、本当に。ということで我々、私3年前までちょっとこちらにいて。こういう方たちと遊んで、楽しくやらせていただきましたが、3年ぶりに、ね、戻って、ぜひですね、今日は我々のライブ楽しんで行っていただきたいと思いますが、ね、皆さん来るの遅いですよ、もうもうどっかで飲んでたんですよ、久しぶりだなって。そうでしょう、もういいよ、あっちのライブ聞けるんですよ。嘘でしょ。バレました。もう。でもね、なんか久しぶりに会うという気がありがたいですね。私がちょっとそういう、なんていうかね、あれをやったということなんでしょうか。なるほど。皆さん、もうそろそろ、私よりもね、年上の方が何人かおられるので、もうご引退されて。おられるでしょうか。今、大丈夫、生きてます。生きてない。わかりました。
ね、じゃあの楽しんで聴いていただければと思います。じゃあの2回目のステージの後半に入ります。我々カリフォルニアシリーズといって、カリフォルニアという名前がついた結構何曲かやりますね。皆さん期待する曲が入ってればいいと思うんですが、1曲目はじゃあ、ママさんとパパスでカリフォルニアグルーヴ。Before we fight, why do you?
めて我々、自己紹介させていただきます。我々は三省堂です。今皆さんの反応を初めて聞いた方なので、三省堂、本屋さんの三省堂ではないです。3つの声で三省堂、ね、じゃあメンバー紹介、私この三省堂の中では丸善と言っております。さあ、そしてこちらのギターの彼が木野邦也さんです。木野邦也です。さて、さて、さて、さあ、最後、ザーソフト、彼女の名前は何でしょうか。あ、彼女は、八重スーさん。はい、きっと言ってなかったので、こちらの本屋さんの名前シリーズで名前をつけるんですね。三省堂っていうと、本屋さんの三省堂というふうにね、まあ、ちょっとそれは遊んでそういう名前をつけてるんですが、でも本当に東京で、活動しておりましてね、ビートルズだとか、まあ、70年代、60年代の曲をアレンジを簡単にしてやっております。三省堂というホームページありますので、ぜひどんどん検索して、ね、見てくださいませ。試してみたいと思います。さあ、とうとうね、実は最後の1曲になってしまった。皆さん来るの遅いから。10曲ぐらいアンコール。なりましたね。まあ、一応の最後といっても一応ね、まあはい、その後は皆さん分かっていると思うんですが、一応最後というか、カリフォルニアシリーズのね、やっぱ最後、この曲をやらないと、おそらくね、いかんでしょうか、ね、これはもう期待のアクシデントね、ちょっとプレッシャーかかるんですけど、まあ、気楽に聴いていただきます。はい、じゃあ、カリフォルニアシリーズ、最後、この曲。69 and still those voices are calling.
Oh,
これかバンドメン元バンドメンバーの皆さんあと1曲ぐらい最後の最後バンドメンの1曲じゃあキャンパーミラージュをちょっとやっておおせっかくですから、あと1曲ほど実はもうやってしまった何回聴いてもいいです、ね、何回聴いてもいいですね最高ですねじゃあちょっとですね、ロックンロールのちょっとね、アレンジを変えてやってみますが、じゃあ最後に1曲でも入っていきますさあ、それではですね、キャンパーミラージュよろしいでしょうか Can't buy me love.Yeah, I'm not